そう、村上宗隆さん、〇〇に入団したかったことが判明。www.27日に行われたヤクルトのファン館で村上少年の作文が紹介された。さ、合格。やね、まあ熊本なら巨人ファンばっかやろな。地方民はしゃあない。作文がばらされた時の村上さん。どういう椅子のチョイスだよ。この椅子ほんまは何に使うねん。悪い王様で草、ゲーミングチェアよりダサい。てかファン館でこんなこと言われて、ヤクルトファンはいい気持ちせんやろ。別に何も思わんやろ。FA で巨人行きたい言うてるわけちゃうし、過去の話やし。巨人に入ってたらまだ2軍で捕手の練習してそう。